うわーやっぱり さあ、来ました通りでです。いや、ここにいる4人って、はんまに来先って、メンツ。いや、こんな信用ならないメンツないよ。うん。うん。えダメどういうことうん、まあ、そこはね前回の半分なっちまったっていうのあったけど。 うん。もう終わらせちゃおうぜ。<laughs> 終わらせようよ。<laughs> 畳もうよ。<laughs> いや、どうすんのこれ、竹道。うん。もう、この人数でね。うん。明日。 どうすんの手組むの竹道は。へ <laughs> もう本当にわからないあいつが何考えてんのか。ここで、いやけどそもそもあの、ここがね、怪しいんだよね。ここに来て、あの最初の内通者を捕まえたのは、すべて、木崎がお膳立てしたんじゃないのって思うのよ。 でより強いやつがうんちゃらみたいなことここ言ってて、それがキサキなんじゃないかなもうすでにブラックドラゴンの中にキサキは繋がりを持っててってことじゃないのかなでそのブラックドラゴンを自分たちのものにするのに、この体重が邪魔でとかなんじゃないのそれで使ってやろうって判断だと思うんだけどね。違うのかな いやけど、この4人で動いたら戦力的になんかった時にピンチすぎるよね。あっちにハンマいるし。ハンマって言ったらだってドラケンとゴムに渡り合える戦力でしょ <laughs> いやで、マイキーが確かにね、ちょっと弱気になってきちゃってるっていうのはあるよな。前回の,の三ツ屋くんのところといい。で、三ツ屋くんがまたさ、 またなんか予想不可能な行動を取りそうで怖いんだよね。ここでまた一人減っちゃうとかないだろうな。最初の創設メンバーがさ。さあ、来ました。クリスマスイブ。二、うん、人で。おそうかなもうその毒でも飲もうって。 うん、そこうんうんまずはけどそこだよね八海のゆずはちゃんも助けなきゃだし、うん、まあ一応ちゃんと考えてんだな竹道も。 うーんーねえ、<laughs> もう。うわー。それこそ地央をね、まあそういうのがあっても。うん、折れたかな折れたんじゃないあはー、言ってくれるってことかなこれは。あはは、いいなー、ここ。 <laughs> ここ。いや、八海が動くのは多分三谷くんも読んでるだろうかやっぱ三谷くん出てくるよね,ね。そこに期待しよう。いや、怖いな、期待というか怖いか。あと、大使もな、本当にほん、そんなやばいやつなのかね。礼拝とかするって。実は知らない一面があったりしないかな。う、は、ん、あ。 うーん。いやー、まさかここがテレクムなんて。どうなっちゃうの <laughs> いやー、この二人の絵が見れるなんて。<laughs> おー。<laughs> いや、ハンマもいるよ。うーん。 え <laughs> チーム名いや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 。いや、やめて <laughs>。いや、戦うことがあるんだったらハンマーがいるのは確かに心強いっちゃ心強いか。いや、どうかなもうわからん <laughs>。何回考えてもわからん。 ああ、ひな。ああいやあ、なおと。うん、期末試験。<laughs> いや、そんなのもう、やってたんかね、この裏で。楽しみ。クリスマスああ、ここのうん。うん。うん。 でそこどうすんのこれ。なんかしてんだとしたら。やばくない <laughs> やばいじゃん。うん。いや、時間の無駄は嫌い。キサキみたいなこと言うじゃん。<う>いや、ほんと。ほんとそれ。え、あそこの二人が繋がってるとかないよね。え似てるね どういうことどういうこと似てるね木崎と直人なんでそんなことになるのひなが。えつながりがあるのひな。もうそれ。なんだってなんだってマジか。 繋がったじゃん、ヒナとキサキ。あ、で、これはその時の話いやーもう全然わかんないこういうの。あ、これかなこれキサキうん。キサキなのか。うーん、やっぱそうだ。いや、怖ー目怖ー。 うん。あれひなに惚れちゃうのこれ。そんなんあったりするいやひなちゃんね、素晴らしいね、分け隔てなく。うん。 いや、確かに表情がね。ああ、一緒に帰ってたりもしたんだね。うん。いや、けど、そんなつながりがある日なをあんなことしちゃうわけキサキ。あんなよくしてくれてたのに。うん。 とんでもない極悪人なのかな彼もなんかあんのかなうん。会う、うん。そもそも竹道に対して何かしようとした時泣いてたよね木先。いや、それだけじゃないのか。 んうん。何ええってことは、竹道と木崎も繋がるじゃん、これで、昔。いや、話してよ。え <laughs>、なんでなんでなんで話してよ。ん うん。うん。猫をいじめてる。えなんだけここだろうね。この接点というか。この三人の。いや、めっちゃ可愛い声。木崎くん。<laughs> もう年上でも昼ずって感じか。すごいね、ひな。うん。えなんなの、こいつら。ああいや、竹道ヒーローな、あ、それでヒーローみたいな、木先。あ、あー来たーこれかわ、<laughs> しかもマント <laughs> お <laughs> いや、マジヒーローじゃん、お前。うわ、二人にとっての <laughs> 竹道だ、竹道 <laughs> もうこのおでこでわかるわ、めと。おぉえ、これで勝っちゃうのかいいやー、頑張れ。いや、ていうの後ろで、 なんか見てる人いるよ大人みたいな。いや、頑張れ、頑張れ。行くのね。どうなんのこれで。あ、ああ、ボコボコ竹道らしい。<laughs> けど、頑張ったんだろうな。うん、心が優しいんで、ほんに。 いや、ブーメラン、特大ブーメラン、それ、自分 <laughs>。<laughs> いや、こんな竹道に憧れたのかな、キサキは。で、ヒーロー。えー、じゃあなんでこんなことしてんの今、つなんなんだうん。全く覚えてない。 うーん、そうか、そうか、そうか。うん。うーん、<laughs> マントね。うん。うーん、確かに。勝てない相手に挑むなんて。うわっははは <laughs> もう、ひな。もう絶対助けないとひな。ああ、だからもう最初からそういう気持ちがあったから。うーん。うん、だからお付き合いできてるというか、うわー。 では、また再会できたみたいな感じなのかなひなからしたら、ここで。なんて運命的な物語。さあ、後半。あ、帰っちゃうのうん。イブ。今の公演ってあれかなあの、あれがあったところかなあとりあえずあれだね。クリスマスデート。は <laughs> よかったね。 うん、イブなら。うん、いや、けど、そんな前日に浮かれられるかね <laughs> うん。うん。やっぱあの公演ああおう、振られた。うん。 いやけど、それすら知ってるから変えようと思えば変えられる。いやけど、そうしようとする何かがあるか。うん。いや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 そこがな、え誰何このスーツの。うんえナオト ああ、うん、だよね。ナおトじゃないよね。ありえないよ、ここに。うん、なんでパパあ、これかその、別れるとか、うん。いやー、絶対この人だ。まさかこんな展開まで来るなんて。あれ大丈夫そうあれ違うの 別れろって言い出すのかと思ったくうんうんうん,ん何してたっけうんうん お、今さんもあれか、警察だったっけうん。あ、むしろ、感謝とか。あれじゃあ、なんでうん。うーん。さ <laughs>、こう、もう、予言者、予言者。 うーん。よかった。え頼み怖い。なんだろう。頼み。やっぱあんな感じなのに別れてくれなんじゃないうん。わお。子供にこういうの聞かれるの困っちゃうだろうね、親。 わあ、日本の親でこうやっている人ってどれくらいいるかね。わあ、いいなそれなのに来週のイブ。あ。え何また新たな問題か。うわあ。 やっぱり。うーん。うー、んうん、あ,あ巻き込まないと。そこは、もう知ってるからね、巻き込んでるの。あれが効くのか。おうん。雪。あれもうあれ 当日ああ、明日。うん。え <laughs> このメンツで飯食うのちくゆも、<laughs> すげえね。ああ、で、え言うのかなあ、もう言ったの <laughs> まあ、 まあ、まあってなんだ。えいやいやいや、そんなこと言わなくてもよくない。なんか違う方法あんじゃないのいや、もう、そのまんまになっちゃったじゃん。え <laughs> ええ水撃 馬乗りで、どういうことこの反応は <laughs> 予想外すぎだろう。いや、前日にボロボロ。んけどこれはなこれはもう仕方ねえよ。うわぁ。 ええー。いや、だってその選択して結局ダメなんだからやめなよ、この。同じ道行くの。わかるけど、先を知ってて。うん。いけどそれ同じじゃない うんいいのいいのどうすんのここもう、じゃあ。もう、もう、<laughs> よくないよ。<laughs> だだっこみたいになっちゃうよ。 うわあ、こんないい子こんないい子 <laughs> まあ、けど、守りたい一心なんだよな、竹道も。いやあ、つれえつれえ、はあ、うーん、決戦前夜。 目が <laughs>、もうドラえもんの B がさらにひどくなったみたいな顔 <laughs>。いや、目。<laughs> 見えんの、それで <laughs>。うん。うん。ああ、確かにそんなイメージあるね。へえ。 説得いやーそれもまた大変だけど説得も、うん、<laughs> いやこの3人で <laughs> はあ うん。うん、そこで何か変わるかもしれんしな。いやー、ひなちゃん。うん。もうせめてそこよな。もうそこしかないよ。あ、もう、もどかしい。<laughs> 見てて。<laughs> もう。 なんなのもう、本当にあれだよね。喧嘩だけしてるアニメじゃないよね。あれもこれもさ。まさかパパ出てくるなんて思わないもん。警察とかね、結構その身内とかのあれも厳しいからね。そういうのもあるし、さらに不良とか、まあね、やばい系の人、道を逸れてる人たちもいろいろ見てきてるだろうから。 まあそういうのもあってっていうのはあるのかもね。いやそこに竹道は未来のこと知ってること考えるとまあこうなんのか。うわあ。こんな気持ちで明日のそれをやんなきゃいけないなんて、ほんと大変だよ。大人でもこんな翌日に処理して動けるかねって話じゃん。ただのあれだよ、好きな相手じゃないからね。何回も。 死んじゃってる相手だよ。その人をさ、今こういう決断した後に。<laughs> そしてその後の8回も、また重い話だしないやーまず8回を竹道が止められんのか。いやー三津屋くん来てくれると思うんだけどな俺は。 そしてやっぱキサキがね一体何を考えてんのか本当に何も考えないで手貸してるなんてあり得るのかさらに、まあ、今回ね子供の頃にキサキそしてヒナそしてタケミチこの3人がね会ってたよっていうお話が出てきましたでそのヒナとキサキの前でタケミチがね、まあ、ヒーロー的な行動をとっていたよとでそれがきっかけでヒナは好きになり、まあ、キサキもタケミチに憧れてみたいなのはあるんじゃないかなだから今せっかくね今キサキと一緒にいるんだからタケミチそこ 話して欲していよねキキに小学生の時のさみたいな自分は覚えてないかもしれないけどひなから聞いたんだからそこを今突っ込めばもしかしたらなんかね木サキから引き出せるってこともあるんじゃないかなだからもしかしたらだけどタイジにしても木サキにしてもそうだけどただただ悪いやつってことではないのかもねはいというわけでねもうちょっと考えてても,もこれ以上わからないんでこれにて終了とさせていただきたいと思います、えー、というわけで皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり動きのエピソードに対するコメントお待ちしております また、動画の高評価、そしてチャンネル登録、またの方はチャンネル登録よろしくお願いします。以上、動画の1つお送りしました。バ